皆さんこんにちは。今回は現環境の特徴とレベル7から強い構成テンプレート6つのご紹介動画です。最新のアップデートで騎士レベルを上げるための必要経験値が変わりました。細かい数値を説明すると、必要な経験値がレベル7からレベル8に上げるとき28から32に増加、レベル9からレベル10に上げるとき48から44に減少しました。つまりレベル8に上げにくくなり、レベル10に上げやすくなりました。これにより何が起こったかというと、レベル8に上げづらいのでレベル7で完成する構成が動きやすくなり、レベル8に上げずに駒を重ねることにも集中できるようになりました。正確にはリロール構成には当たらない構成もありますが、ウィザード4構成やレベル7の時点で一度形が完成する構成に注目です。また標準コマからウィンターワイ1が拡張コマに移動したため、1ゴールドコマが重なりやすくなりました。拡張コマについては現在拡張コマのプールが変わっていますが、こちらの動画も参考にしてみてください。結論としてレベル7の時点でパワーを持てる構成が動きやすいです。今回はレベル7で完成する構成を紹介します。レベル7から強い構成テンプレートを6つ紹介します。レベル7で強い構成を扱えるようになると、現環境のランクマッチでは選択肢が増えるかなと思ったので、今回はピックアップしてみました。紹介する構成はウィザード4構成、太鼓族、ナイト6、シャーマン裏切りです。今回も必要最低限の情報に絞ったので、厳密に言うと細かいところは少し省略している部分もあります。今回もアイテムを持たせるエースコマにアイコンを追加しました。好評であれば続けようと思うので、感想や気になっていることなどはコメント欄でぜひ教えてください。現環境は早くパワースパイクを作れる構成が動きやすい環境です。今回は6つの構成を紹介していきたいと思います。1つ目はウィザード4構成なんですが、ウィザード4構成で代表的な例はアサシン Q、ウィングス Q、メイジ Q です。レベル7から活躍する構成として、ウィザード4の動画を第1弾としてすでに公開しているので、そちらで3つの構成は詳細をチェックしてみてください。ウィザード4構成以外の紹介に今回はフォーカスします。まずは太鼓族です。太鼓族の強いところは、連勝、連敗、リシポジ、どのポジションからでも向かいやすい構成、駒全体が免疫効果を持てるので制御効果を無効化できるのが強い、低レベルで完成するので状況を打開しやすい、基本構成員は1から3ゴールドコマで構成されるので再現性が高い、対策を知っているプレイヤーが少ないので対策されにくい、弱いところ、対策されたらとことん弱い、特定の種族やシナジーを集めないので欲しいコマが他のプレイヤーと被りやすい、倉庫管理に慣れていない人はガチャの時大変、床ダメージに弱い、明治や範囲火力に一掃されてしまうので対策が必要というところです。主な立ち回りについて説明します。太鼓族構成はエースを重ねてからレベルを上げる構成です。今回は節の射手型で作りました。実際のランクまでは集まりが良いエースで作ることが多いです。アイテムや立ち回りが変わるので今回は射手を取り上げます。バーサーカー太鼓が気になる方は個々の太鼓族の動画を参考にしてみてください。では立ち回りについて説明です。まず拡張コマにウィンドレンジャーを追加してください。16ラウンドレベル7で太鼓族と預言者星3とエース星2をまずは作りたいです。節の射手が星3になるまではバーサーカー星2をキャリーすることが多いので、バーサーカーは3枚まで集めます。節の射手が星3になったらチェンジします。節の射手、預言者、太鼓族、羊の騎士、ウィンドレンジャーは自動購入をオンにしておくと便利です。その後はレベル7に待機し、星の射手を星3になるまで集めます。バーサーカーはブラックリストの関係で4枚目以降は触りませんが、重なったバーサーカーはレベル8に上げた時に入れることがあるので、節の射手が星3になっても持っておきましょう。ブラックリストについては過去の動画で説明しているので、よければこちらをご覧ください。自由枠は周りに合わせて追加していくことになりますが、火のスピリットを追加することがとても多いです。時点でライトドラゴンです。アイテムは鋼の鎧、気結スティックから作ることが多いです。気結スティックはバーストライフルとも相性がいいのでセットで使えると強いです。中盤はバーサーカー星2をキャリーして、節の射手星3になったら交代します。次にナイト6です。
ナイト6の強いところから説明します。魔法物理に対して硬くなれる。エースが2体いれば終盤エース外で勝ち切れる。利子が取れなくても勝てばアベンジが育つ。つまり構成のパワーがアップします。中盤に形を作れれば連勝が続く。スキルやシナジーによる配置の縛りがないので対策配置をしやすい。弱いところについて説明します。お金や運が必要だということ。アベンジナイトはスタックがたまらないとエースにならない。集まりが悪いと本当に弱い。途中から迎える構成ではないというところです。主な立ち回りについて説明します。ナイト6は決め打ち気味に進行する構成です。必須拡張駒は煉獄の騎士です。16ラウンドレベル7でナイト6とバーサーカーの形をまずは作りたいです。21ラウンドレベル7で盤面に出している駒を星2へ全て重ねることを目標にガチャします。ロールの途中で不死の強行が来たら購入し、レベル8に上げて不死の強行を入れます。まだ重なっていないナイト駒は自動購入をオンにしておくと便利です。自由枠は余裕があればレベルを上げた時に追加していきます。アイテムは鋼の鎧とバーストライフルがポイントです。序盤はバーサーカーが重なるまでは煉獄の騎士を使うこともありますが、バーサーカーが詰まっていたらバーサーカーをキャリーします。最後にシャーマン裏切りです。シャーマン裏切りの強いところを説明します。シャーマンで変身するのでスタッツが高く、圧倒しやすく打点も高い。シャーマンが出ただけでも体力を守れる強さがある。シャーマンで変身したコマは自分で出した裏切りの変身先にはならないので、裏切りのデーモンハンターのスキルと相性がいい。4ゴールとシャーマンコマが重なりやすいので強いコマが出てきやすい。弱いところは裏切りのデーモンハンターのスキルが止まると負けやすい。裏切りのデーモンハンター星1のままだと弱い。裏切りのデーモンハンターを星3にしたいができない場合はシャーマンの変身先に頼らなければならないというところです。主な立ち回りについて説明します。裏切りのデーモンハンターは星2から強いスキルになります。レベル7で16ラウンド裏切りのデーモンハンター星2とシャーマン4をまずは作りたいです。その後は21ラウンドでレベル8に上げてシャーマンコマか重なってる預言者を追加します。ドルイドコマ星3、シャーマンコマ星2を作りに行きます。サンチェーサー侍も集まってくるようであれば星3を目指しても OK です。必須拡張コマは先制術師にしました。その他はドルイドやマリーン、CC コマとしてカーンやアクアハンターの拡張もありです。4枠目のシャーマンコマの売却価値の高さの順は以下の順になります。先制術師星2、先制術師星1、ジェイドアーミー星2、祈祷師星2、ジェイドアーミー星1、祈祷師星1の順になりますが、ジェイドアーミー星2が作れる場合はデモ範囲4ジェイドアーミーを狙うこともあるので、基本的には祈祷師星2を使って先制術師が引けたら交換するというようなイメージで良いと思います。シャーマン裏切りは裏切りのデーモンハンターが星3になるまでレベル8に滞在することが多いので、21ラウンド以降はレベルを上げるための経験値よりもガチャにお金を使うことが多いです。アイテムはクリムゾンハートとタージの賜り物を作りたいので、その買いアイテムを作りがちです。裏切りのスキルも早めたいのでグリントリングも作りたいです。中盤裏切りが星1の場合は一角中星2や預言者星2などをキャリーしたり、その場でできた強い形にすることが多いです。今回はレベル7から強い形を作れる構成を紹介しました。細かい立ち回りを見るレベル7のまま滞在しない構成もあるんですが、選択肢を増やしてみたいという方はぜひ参考にしてみてください。最新のティア構成3つは以前出した動画を参考にしてみてください。シャーマンコマの優先度が変わりましたが、ティア構成は変化がないのかなと思います。最近代表用に作っていたサイトを作り直しているので、よかったらこちらもブックマークしてください。今回の動画は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。毎週土曜日にオートチェスの大会オトチハイを開催しています。初めて参加の方もぜひエントリーをお待ちしております。詳しくは動画の概要欄からチェックしてみてください。チャンネル登録をすると乳酸のやる気モチベが上がるので登録してほしいのだ。それといいねとコメントとで要求が多すぎるのだ。次回の動画もお楽しみに。